皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2024年9月12日の木曜日、聖書の箇所は旧約聖書ニヘミヤ記7章5節から60節。タイトルは信仰共同体の再建に携わった人々です。私たちがこの世界の一喜一憂に振り回されることなく、大喜びで永遠の都を待ち望んで生きることができる素晴らしい祝福についてご一緒に教えられてまいりましょう。ネヘミヤ記7章5節から60節。私の神は私の心に示して、私に有力者たちや代表者たちや民衆を集めて彼らの系図を記載させた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけた。バビロンの王ネブカドネツァルが引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれてエルサレムとユダに登り、それぞれ自分の町に帰ったこの州の人々は次の通りである。彼らはゼルバベル、ヨシュア、ネヘミヤ、アザルヤ、ラームヤ、ナハマニ、モルデカイ、ビルシャン、ミスペレテ、ビグワイ、ネフム、バーナと一緒に帰ってきた。イスラエルの民の人数は次の通りである。パルオ種族2172人、シェファテア族372人、アラフ族652人、ヨシュアとヨアブの二族からなるパハテモアブ族2818人、エラム族1254人、ザト族845人、ザカイ族760人、ビヌイ族648人、ベバイ族628人、アズガデ族2322人、アドニカム族667人、ビグワイ族2067人、アディン族655人、ヒゼキヤ族すなわちアテル族98人、ハシュム族328人、ベツァイ族324人、ハリフ族112人、ギブオン族95人、ベツレヘムとネトファの人々188人、アナトテの人々128人、ベテアズマウェテの人々42人、キルヤテエアリムとケフィラとベーロテの人々743人、ラマとゲバの人々621人、ミクマスの人々122人、ベテルとアイの人々123人、別のネボの人々52人、別のエラム族1254人、ハリム族320人、エリコ人345人、ロデ人とハディレ人とオノ人721人、セナー人3930人。祭司はヨシュアの家系のエダヤ族973人、イメル族1052人、パシュフル族1247人、ハリム族1017人。レビ人はホダウヤ族のヨシュアとカデミエルの二族74人、歌い手はアサフ族148人、門営はシャルム族、アテル族、タルモン族、アクブ族、ハティタ族、ショバイ族、
138人、宮のしもべは千葉族、ハスファ族、タバオテ族、ケロス族、シア族、パドン族、レバナ族、ハガバ族、シャルマイ族、ハナン族、ギデル族、ガハル族、レアヤ族、レチン族、ネコダ族、ガザム族、ウザ族、パセアハ族、ベサイ族、メウニム族、ネフィシェシム族、バクブク族、ハクファ族、ハルフル族、バツリテ族、メヒダ族、ハルシャ族、バルコス族、シセラ族、テマフ族、ネチアハ族、ハティファ族。ソロモンのしもべたちの子孫は、ソタイ族、ソフェレテ族、ペリダ族、ヤーラ族、ダルコン族、ギデル族、シェファテア族、ハティル族、ホケレテ・ハツェバイム族、アモン族。宮のしもべたちとソロモンのしもべたちの子孫は、合計392人。ネヘミヤによってこの、築かれたこの、城壁の再建で、その時にですね、このイスラエルの民がこの捕囚からですね、帰還してくるっていう、まあ、その大きな、ね、事業が行われているわけなんですけれども、彼らはですね、この長い間このバビロン捕囚にこのあっていて、そしてようやくですね、この約束の地にまたこの戻ってくるわけです。で、その時にですね、まあ、詩編の137編の4節6節には、どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。エルサレムよ、もしも私があなたを忘れてしまうなら、この右の手もその巧みさを忘れるがよい。もしも私があなたを思い出さず、エルサレムを至上の喜びとしないなら、私の舌は上顎についてしまえばいい。そのようにですね、この読んでいるほどですね、このエルサレムに戻りたい、約束の地に戻りたいという、まあ、そういう強い願いをこの持っていて、それこそがですね、自分たちの、まあ、至上の喜び、なんだということをですね、この表しているわけです。ですからですね、ここに5節に、私の神は私の心に示して、私に有力者たちや代表者たちや民衆を集めて彼らの系図を記載させた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書いているのを見つけた。バビロンの王ネブカデネザルが引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれてエルサレムとユダに登り、それぞれ自分の町に帰った。この州の人々は次の通りであると言ってですね、その人たちのことをずっと書いてあるわけです。で、彼らはですね、一番最初にこの、約束の地に戻ることに同意した人たちですよね。エズラ記の1章の5節に、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていくように、神が彼ら全員の霊を奮い立たせたのであるとあります。で、この人たちはですね、このネヘミヤが書いているこの人たちは、捕囚の身から解放されて、まあ、大喜びでですね、この、戻っていく。神様の霊によって励まされて、この約束の地に戻って、そして神殿を建て直すんだっていう、まあ、その、この最初の人たちだっていうわけです。で、私たちはですね、この、信仰生活を歩んでいくときに、この最初の人たちのようになるっていうかですね、この、何をもってしてもですね、この神様のこの働き、神殿を建て直すというですね、この働きなんですけれども、そこにこの、招かれているっていう、霊によって振り立たされて、そして行くんだっていう、この救いの喜びにいつもこう満ち溢れている状態がですね、私たちにあったならばですね、それは私たちがこの世界でこのいろいろ一喜一憂するですね、株が上がったり下がったりね、いろいろなもの、天変地異があったりね、いろんなことがあって、私たちはこの一喜一憂して振り回されている世界にいるわけなんですけれども、しかし何が何でもですね、この神様の招きに応えて、そして神様の約束の地にこの神殿を建てるって、まあ、約束の地ってここではエルサレムですけれども、私たちの場合は全世界でですね、この復活されたイエス・キリストによって、この主がお祝いされて、誠の神殿であるイエス・キリストが述べ伝えられていく、そこにですね、私は招かれているんだっていう、その大喜びの状態がですね、私たちにあるとあれば、私たちは確かに、まあ、いろんなね、浮き沈みあって、一喜一憂する人生、一喜一憂するですね、世界の中にあるけれども、でも本当の喜びはそこにあるわけじゃない。本当の喜びは事業に成功することでも、株が上がることでも、健康なあることでも、繁栄することでもない。それはみんないいことですけれども、でも本当の喜びは捕囚から帰ってくる約束の地に私は帰るんだという、その喜びですよね。
それはもちろん私たちの場合はイエス様が復活されたイエス様が天に帰って、そしてもう一度帰ってこられるときにこれはもたらされるものなんですけれども、それまでの間ですね、私たちはイエス様が帰ってくるまでの間大喜びでこの主の復活をお祝いしていく。そこに最初にまずもってして私たちが大喜びでいく、救いの喜びにあふれる、これがですね、私たちまず与えられるわけですよね。で、するとですね、私たちはこの2番目にこの帰還したこの人たちの中にですね、この神殿で使える人たちがこの記録されているのを見るわけです。39節からですね、この祭司はヨシュアの家系のエダヤ族973人とかでずっと書いてあってですね、レビビートがこの書いてあって、歌い手はアサフ族148人とかですね、書いてあるわけですよね。で、こういう人たちはこの神殿のこの奉仕者、まあ、言い換えればですね、この礼拝を捧げるためにこの使える人たちがこの記録されているわけです。で、まずもってしてこのバベロン捕囚から帰ってくる人たちのとともにですね、この神殿の奉仕者が書いている。これは私たちで言えばですね、救いの喜び、とともに私たちには礼拝の喜びがあるっていうことですよね。この礼拝の喜びがなければこの宣教はなされませんからね。私たちが礼拝することをいやいや礼拝してたらね、神様は、その大したことないなっていうことに なるわけですよね。でもここに書かれているように、この礼拝神殿奉仕者たちがこの集められる、書かれている、いうことが分かるわけです。私たちはですね、このコロナを経験したわけですよね。そして礼拝がですね、このデジタル化して、そしてリアルにこのやるだけじゃなくて、まあ、ネットを通してもですね、いろんな機会があるっていう、まあ、それはそれでいいことなんですけれども、コロナが始まった時にですね、私たちの教会も最初の3週間だけはですね、リアルに集まらないでオンラインで録画したやつをこの見てくださいって、どうやっていいか分からなかったからね。ところがですね、場所を見つけて、そしてこの礼拝できる場所を見つけて集まったんですよね。で、その時にそのいつも礼拝してた男性の方がですね、本当に一緒に礼拝するのはいいことですねって言うんですよね。で、私はその時にこれは一体どういうことなんだろうかっていうことを考えたら、私たちは時間と空間が制限されている場所で、共に集まって時間と空間を作られた神様を礼拝するんだっていうことだと思ったんですね。私たちが、まあ、テクノロジーの世界で時間や空間を超えてこの礼拝できるようになってしまったらですね、もしかしたら私たちは自分たちのテクノロジーというものをこのすごく過大評価してしまう可能性がありますよね。それは神様は用いられるのはいいことなんですけれどもね、だけどもやっぱり私たちは有限な存在なんだっていうことですよ。そこには神殿が、で神様をこう礼拝したようにですね、私たちは無限の神様を礼拝する、神様だけがこの時間と空間を作りになった方で、私たちはその時間と空間の制限の中にこの生きているんだということをですね、この覚えるときに、本当の神様礼拝とは何かということをですね、それは復活されたイエス・キリストだけが誠に礼拝される。これはイエス・キリストだけが死者の中から蘇って、そして新しい創造をもたらすこの創造主、誠の創造主なんだということが明かしされている。でそう考えた時に、私たちは救いの喜びとともに礼拝の喜び、礼拝といっても何か宗教的義務を果たすということではなくて、主は本当によみがえられた、誠の神殿は本当によみがえられた、そしてこの方によって世界は新しく創造されるという全く新しい世界ですよ。だから一喜一憂しないんですよこの世界は動揺する、世界は過ぎ去っていく、でも私たちはもう救いが完成して、そして救いの岩である動かされることのない復活されたイエス・キリストによって私たちの人生はこの進んでいく、これが礼拝の喜びですよ。そして3番目にはですね、ここに門営が書かれているんですよね。45節に、門営はシャルム族、アテル族、タルモン族、アクブ族、ハティザタ族、ショバエ族118人とか書いてあるわけですよ。そして宮のしもべとかずっと書いてあって、ソロモンのしもべたち、この人たちももちろん神殿に仕える人たちなんですけれども、でもなんでここで門営が書かれているんだろうかって考えた時に、門営はですね、この神殿を守る、そしてエルサレムを守る、それは私たちもですね、信仰生活がこの守られていく必要があるっていうことじゃないかと思うんです。
私たちがこの信仰生活を歩んでいくときにですね、生きておられるイエス様によって守られる、私は羊の門ですと言われた、そのイエス様と共に門営はあるんじゃないかと思う。私たちがですね、本当にこの私たちがこの出入りして祝福を受ける誠の門である、羊の門であるイエス様が生きておられるんだ、復活されたイエスキリストは私たちの人生の中に生きて働いて、そして私たちの信仰生活を守ってくださる、それは神の民として生きる喜びです。救われた喜び、そして礼拝の喜び、そしてイエス様という門によって出会い出入りし、そして豊かな祝福を受けるというですね、素晴らしい恵みを私たちは与えられている。でその時にですね、私たちは本当に、目に見えるエルサレムではなくて、永遠に変わらない天の都、そのエルサレムがイエス様と共にやってくる、そのことを本当に待ち望んで、そしてそれを証しして、救いの喜び、礼拝の喜び、神の民の喜びによってイエスは生きています、この方は本当に生きています、そして私たちの永遠の都に住むように招いています、証しすることができる素晴らしい人生が与えられている、そのことをぜひ覚えていきましょう。いかがでしょうか。私たちは本当にこの一喜一憂する世界の中に生きているんではないでしょうか。そしてそれは本当にバビロンのような場所であったとしても、そこの町の祝福のために祈り、そしてそこで確かに生きている。でも私たちは永遠の住むところはそこではなくて、イエスキリストが、復活されたイエス様が帰ってこられるときに、新しい天と新しい地が用意され、そこに固く建てられた、イエスキリストという基礎の上に建てられた新しい都、その本当のエルサレムに私たちが住むように招かれている。その時に私たちは大喜びで、どんな場合でも主は生きておられる、救いの喜び、礼拝の喜び、神の民として生きる喜び、それに満たされていくことができる、そのような一日と今日もさせていただきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしい恵みによって、私たちがさまざまなことで一喜一憂することのない、しっかりと固く立てられた、そのイエスキリストという救いの岩の土台に立てられた人生を生きることができること、心から感謝します。イエス様がもう一度帰ってくるとき、永遠に変わることのない天の都、そこに私たちが住むことができる。主よ、どうぞ私たちがいつも復活されたイエス様と共に生きる素晴らしい喜びで、大喜びで生きることができるように、神様どうぞ今日も導いてください。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。